九州は一つ。宮崎の洋菓子店オーナーシェフ伊茂玲子。世界一への道は何気ない一言から始まった。匠の蔵、東京の有名店での修行時代を振り返ってもらった。全員私以外のスタッフが私より全員年下だったんですけれども、みんなより年上なのにやっぱり仕事ができないっていうことがやっぱりすごくショックだったんですけど。失意の中から這い上がるきっかけは師匠河村の一言だった。できるやつが手を抜いてるのが俺はムカつくんだよっていうふうに怒られる、もうふってセリフの中に入ってて、こんな私でもできるっていうふうに思ってくれてるんだっていうのが、裏返せばすごい褒め言葉ですよね。いや、まあ、そこから一気になんかもう自分の中でも自分を取り戻したというか。厨房に入りわずか1年で河村の右腕に。国内の大会で優勝し世界に挑んだ。もう大変大変、うん、1日2時間は、まあ、寝れない方です、ね、いやちょっと待ってください、はい、睡眠時間2時間ないんですか。ないです。自分との戦いに勝つ。本当に自分の戦い、自分との戦いってこういうことなんだなっていう感じで、自分がやれれば勝てると思ってたので。見事世界一に輝いた伊茂は翌年故郷宮崎に念願の店を出した。世界大会で優勝できるような人が宮崎でお店やるんだっていうので、本当に喜んでくださってるのを見て、ああ取ってよかったなって今すごく思いました。